んな大きいるつぼがあるなんてすごいわ。何を調合しているのかしら。ビール？うん。違うわ。私のポーションとよく似ているわ。アルコールポーションだわ。なんてこと？一体どうやって作ったのかしら。一番肝心な素材に何を使ったのかしら。なるほどね。ふむふむ。わかったかも。うん、わかったわ。やっと答えが出ましたの。はあ。おい、あそこでぴょんぴょんしてるお嬢様は誰なんだ。彼女はロンドンでオークション業を営む家の継承者です。今回何度も助けてくれました。なるほどね。おい、サザビーお嬢様、今こっちでみんなの願い事を記録してんだ。よかったらあんたも見に来るか。え、お願い事？私ったらたくさんあるのよ。今行くわ。なら早く来いよ。ベルティのところで言えばいいから。願い？ええ、もしも今が人生最後のひとときだとしたら、あなたは何を願う？旦那、私たちは死ぬの？もう随分長いこと何も食べてないわ、旦那。家族と一緒に夕食が食べたいわ。私たちイタリア人にとってこれは人生で最も重要なひとときよ。私の願いですか？特にないですね。タイムキーパーの願いは何ですか？私に叶えられますか？すでに何人もの難民が飢餓で気絶してるよ。彼らが望むものが何かは言わずともわかるよね。僕は強いて言えば、エスプレッソが一杯あれば十分だよ。ポーションの正確な配合がやっとわかりましたわ。これでみんなの願いを叶えてあげられますわ。私がご馳走を用意するわね。願いですか？はあ、サザビーお嬢様にまともな食事をご用意できなかったことは、このカーソンめの一生の不覚となりましょう。あの、それを挽回する方法があると言ったら、今夜サザビーがみんなのために準備した食事をしっかり楽しむこと。まさか君が祈りを捧げるとはね。君で最後だよ。願いを教えて。君は影響を受けないとはいえ、記録しておきたいからね。旦那、あたいの願いを聞いてくれる？あたいの願いは、
体を忘れないで。難民に食事を配り終えましたわ。私たちのスープは冷めてしまったけど、ふん。まま、君のポーションに感謝しないとね。僕にはパフェに見えるよ。うんうん。味もなかなかいいね。スフレの味がしたわ。ミスサザビー、ありがとう。フィレミニョン、フィレミニョンの味だ。悪い、もっと、くれ。どうされましたの？なんだこの味は。なんというか、塩漬け牛肉に、ホコリと、取れたてのグローブの味が、おい。そちらの方、自分の目を信じなさい。もし心の底から信じられないのなら、どれだけポーションを塗っても意味ないんだから。ストームに騙されないで。どれも世界最高級の食材を使って作ったのよ。ジーヨ、どうしたの？お口に合わなかったかしら。いいえ、とても美味しいですよ、お嬢様。ジーヤはどんな味を感じたの？焦げたウェルシュラビットですかね。それはお嬢様が8歳の時、初めてこっそりチーズを作ったのを覚えていますか？その時チェルシーフラワーショーのチューリップを焼いてしまって、これでやっと安心できますよ、お嬢様。どうかこれをお納めください。この分厚い本は、私たち荘園の重要な取引の全記録といくつかの機密情報、そして倉庫の位置が記されています。そしてこれは旦那様と奥様が好まれるワインと1週間の予定表です。わかったわ。けど後ろ半分は全部お嬢様が好きな料理のレシピです。お嬢様はいつもお好みが変わられる上にすぐに新しいお好みが増えますからね。本一冊ではなかなか記録し終えることができませんよ。お嬢様、どうかお体に気をつけて。すべて終わったら試しに旦那様とミス・モアスさんに連絡を取ってみてください。あなた様ならいずれ立派なレディーとなりましょう、サザビーお嬢様。頑張りますわ。ところでジーヨ、どうして自分でお父様に渡さないの？まあ、すごい雨だわ。嘘、雨水が上に向かって、みんな見て見て、ジーヤも早く。あら、ジーヤ
どこ行ったの？ストームが訪れた。こんなに素晴らしいおもてなしを、ありがとう。俺は、まだ、食えるぞ。慈しみ深き聖母マリア様、どうか、どうか、この命の祈りを。どうか、私たちを憐れんで。大丈夫よ、お姉ちゃん。あたいの手を握って目を閉じて、あたいたちが生まれた時のようにすぐに終わるから。さようなら。旦那。シュナイダー、ごめん。君の家族は。違うの、旦那。抱いて。ごめんね。あたい、本物のアルカニストじゃないの。ということ。意味がわからない。心の底ではずっと奇跡を待ちわびていたけど、今はアディオというしかないわね。アディオ、つまり君もストームに。いや、でもどうして君は今まで一度も金塊を食べたことなんて、ずっと我慢していたの？時間よ、旦那。あたいを忘れないで。あたいの右胸の鼓動を耳に刻んで。